はい皆さん、こんにちは。あいだできてるピンクです。はい、今日もですね、ピンクのケイちゃんで、この動画で、ね、撮っていきたいなと思います。え、ちょっとですね、私のこの1、2本前の動画で申し上げてました通り、え、ちょっとですね、昨日からプーケットに来てますということで、え、私の家内がですね、ちょっと日本からこのゴールデンウィークを利用してきておりまして、 でね、えー、まあ私の家内もね、えー、実際私はずっとタイにいたんですけども、このね、入り病の影響でずっと来れませんでしたので、3年ぶりにね、えー、ちょっとまあ最初にバンコクに来て、で、まあせっかくだからということで、私もですね、えー、奥さん高校ということで、えー、今ね、現在そのプーケットのね、海の、海辺のね、ちょっとね、ホテルに泊まったりをしております。えー、でですね、 まあちょっとね、あのー、昨日っていうか今朝ぐらいね、ちょっと天気はあんまり良くなかったんですけども、お昼前ぐらいから非常に天気が良くなってきましてね、海もだいぶね、綺麗になってきましたので、ちょっとね、そのガ画像なんかを最初にね、ちょっとね、皆さんにご覧になってもらえればなと思います。ちょっとね、こんな感じです。はい、こんにちは。愛ちゃんのピンクのけいちゃんです。今ね、ちょっとね、朝、えー、ホテルで朝ごはんを食べてます。 ちょっとね、後ろここに見えるようにですね、今、プーケットの海、えー、ちょうどね、海辺の、えー、前にある、ね、ホテルですので、まあそこに泊まってるんですけども、えー、まあこんな感じでね、ただね、ちょっとね、今日残念なんですけども、あんまりね、天気良くないんですね。ちょっとご覧になっていただいている通り、えー、まあ晴れ間も、晴れ間もね、チラッとだけ見えますけども、えー、まあ、あんまりちょっと天気が良くないと。ただまあ、あの、 まあプーケットまあ日本に比べればですねまあ水は日本の海よりは綺麗ですっていう感じなんですねまあいずれにしてもえちょっとね、えーえー、プーケット来ましたのでちょっとね後でさあの海辺を散歩でもねしたいなぁというふうに思っておりますはい皆さんどうでしょうえーとね青い海が広がっておりますえー、これがね今プーケットねパトンビーチというね、えー、プーケットの中では一応一番ね賑やかな 賑、えー、やかなところのビーチなんですねでね朝方はですね、えー、ちょっとね雨が降ったんですけども、えー、見事に、えー、実際雨が上がってですね今、まあ、現在まだね午前中なんですけども非常にですね天気が良くなってこんな感じで海もですね非常に綺麗になってきました、えー、ということでねちょっとこのプーケットのですね自然の風景というかそういったようなこともね色々ね撮影していきたいなと思っております、えー、でね昨日もね実はあの プーケットに来ましたということでね、奥山高校でプーケットに来ましたなんていうね、動画を出したんですけども、あのご視聴者の方に関しては、あの私のですね、えー、家内の、えー、まあ、声でも顔でもね、えー、見たいなーっていう方がおられたんですけど、大変申し訳ございません、あの、うちの家内もですね、えー、東京でちょっとね、仕事をしておりまして、ちょっとね、守秘義務に関わるような、実は仕事をしております。なののでねちょっとあまりあの自分の えー、その、えー、職場だとかね、こういうことに影響があると、ちょっとね、まずいので、ということで、えー、ちょっとね、申し訳ないんですけども、顔出しができないんですけども、えー、まあ、ところどころですね、えー、あ、なんか彼女が隣にいるのかな、とかね、そんな感じで見てもらえれば嬉しいです。ということで、あの、ご覧になっていただくとおりですね、非常にですね、今現在ちょっと晴れてきまして、綺麗な、えー、プーケットのパトンビーチのね、えー、今現在の状況です、ということで、 はい、えー。ということでですね、あのーえー、お昼ぐらいからね、だいぶほんと天気が良くなってきて、天気が良くなるとですね、もともとこのプーケットの海結構ね、綺麗なもんですから、非常にですね、日光が生えて綺麗です。で、俗に言われるようなね、 まあ私がの年のはちょ,っとちょっとできないけど、あのー、マリンスポーツというかですね、いろいろあのサーファーのいた人がいたりとかですね、えー、俗に言うとその高速ボート、高速ボートに乗っているようなね、あるいはバナナボートってあるじゃないですか。ああいったようなことで、えー、海辺でね、えー、遊んでられる、その実際のね、えー、ごかあのー、ね、お子様連れの、えー、観光者の人とかね、 人、非常にね、やっぱりね、えー、昨日もね、ちょっとね、夜の状況なんかもね、お伝えしたんですけども、非常にですね、観光客がね、えー、増えてきてるんじゃないかなっていう気がしますね。まあ私も話なんかで聞いておりましたけども、やっぱりここのね、プーケットだとか、それこそバンコクに近いところだとパタヤとかですね、そういったような、ほとんどその観光だけの、えー、まあ海辺の街というか観光地にとってはですね、今回のこの、 この23年のですねまあパンデミックというかもうこの入り病の影響というのはもう完全にですねあの大打撃というかですねそれによってもう失業者の人がね相当数増えたとかねそういったのは初話も聞いておりました。 でやっぱりですね、昨日もね、ちょっとね、いろいろ街中歩くとですね、えー、コンビニエンスストアがね、結構あのクローズしてたりとかですねあ、ここはなんか昔お土産屋さんだったんじゃないのかなっていうところがね、えー、実際に閉めていたりとかっていうところもまだ散見されててですね、ただやっぱり、あの特にですね、今月の1日からあのかなりですね、えー、タイに入国する際の観光客の方の規制が緩和されましたので、えー、相当の、えー、数の人がですね、 えー、まあ、来たかったタイランド、みたいな感じでね、このプーケットにも、現在、あの、特に外国人、まあ、白人の方がかなり多いんですけどね、えー、そういったような方で見受けられました。まあ、それはね、このタイの国にとって非常にいいことなので、このままね、ぜひ、このままですね、えー、どん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 規制がですね、緩和してくれ、してもらわないと困るかな、みたいな感じですね。 はい、えー。で、相変わらず長いね。<laughs> 長い前置きなんだけど、えー、今回のね、はいメイン、メインの話です。メインの話はね、そん,なかんそんなかんだ、えーで、プーケットにいるんですけども、やっぱりね、朝方ちょっといろいろね、記事を見とりましたら、えっ、ー、とね、最近ね、ちょっと私もね、えー、以前の動画なんかで言わせてもらって、今言ってるんですけどね、ニュースポストセブンがですね、なんかね、こう上げてるんですよね。特にこのね、えー あの今現在日本のね、あるお家、云々よりもですね、そのニューヨークにいる KK 夫妻をこうやってね、一生懸命上げるんですよね。どういう意図があってね、そういうようなね、アギアギ記事をね、挙げるのか分かんないんだけど、非常にね、多いんですよ。で、今回もですね、ちょっと今朝方デスタニュースポストセブン独自の記事ではね、えー、タイトルがですね、KK、えー、息子、長い自分探しの旅、ついに7月で終わりに、みたいなね、 で、恋人つなぎ、エムさんを守るために頑張るぞみたいなね、ほんと頑張れよみたいなね、そんな感じのね、えー、記事でして、まあ今までね、あのー、まあこの KK 息子さんに関してはですね、その、えー、代理人のね、弁護士の梅島さんなんかもね、いろんなことを言ってましたけどね、 で、なんかね、えー、弁護士の試験を受けるけども、弁護士になるつもりはないとかね、今現在自分探しの旅に出てるとかね、ありましたよね。ちょっとね、自分探しの旅をするにはですね、年齢いき過ぎてるんじゃないのって。<laughs> もう自分探しの旅っったらね、せいぜい大学生とかね、もうほんと10代後半とかね、20代初めぐらいだったらまだわかりますけど、例えばね、20代後半になってきて、 この人も30ですからね。今年31日、31になりますから、ちょっとね、自分探しの旅は遅すぎるよね。もう、しかも結婚しちゃったでしょっていうような記事の内容なんだよね。で、まあ、このニュースポースト7自体はですね、かなり記事として挙げてるんですよ。で、えー、この KK、M、スこのね、過去の経歴というかですね、まあ、どんなことやってきたかということも含めてね、いろいろ書いてあります。 えー、例えばね、はい、例の海の王子のお話だとかね、えーで、将来はその頃には外交に携わりたいとかね、そんなことを語っていましたよとかね、あとこれはまあ皆さんご存知かと思いますけど、えー、そのね、実際に今から、だからまあ10年ぐらい前、それこそですね、エムコさんに、これはね、会う直前ぐらいでしたかね、あの、例のね、アナウンススクールにね、通うなんてことがありましたよね。 なんでね、その ICU のですね、教養学部に通う傍らですね、なんでアナウンサーなのかよくわかんないけど、えっとね、これに書いてありますけどね、テレビ朝日のアナウンススクールアスクに通っていたとかね、アナウンススクールに提出した書類には、自らについて国際社会に対する理解が一一倍ずば抜けていて、その理由は自身の生活環境にある。 僕は高校までをインターナショナルスクールで過ごし、グローバル教育で評価の高い国際キリスト教育やキリスト教大学に進学しましたと記しています。などの、そういったようなね、国際感覚を非常にアピールしたような、えー、まあ経歴書が書いてあったとかね。そんなことが書いてありますね。まあ、海の王子もいいですよ。あの、アナウンサースクールもいいですよ。この頃はまだね、 えまだ10年以上の前のね話なんでいいですよまあこの頃さっき言ったようにまだね、えー、この KK 息子さんがねまだ20歳ぐらいの時だったからまあそういった点でねまあ自分を探していいでしょうまだ学生だったしねいいですよとね <laughs> でもそれからねまあいろいろ書いてあるけど例のね、えー、三菱東京 UFG に入校しました2年持たなかったよとかですねなんであんなですね、えー、エリート揃いが集まるような えー、しかも、ね、丸の内の法人ね、えー、事業部でしょ。本当ね、エリートしか、周り見たらエリートしかいないようなね、ところに入校できたのは誰のおかげですかっていうことにもかかわらずですね、えー、もう2年も持たなかったとかね。で、えー、実際の一橋に通いました、一橋大学院ですね。 変えました。でも無試験です。とかですね。<laughs> まあそこまで書いてないけどね。<laughs> で、その例のね、総合法律事務所、ね、奥の総合法律事務所にパラリーガルで働きましたよ。でもそんなかんだ言ってるうちに、例の金銭トラブルの話が出てきて、はい、で、なんか逃げ出すかのごとくね、えー、実際アメリカ留学、フォーダムに留学しましたよ。みたいなことがね、つぶさに書かれております。で、なんだかんだ言ってですね、 まあちょっとね、なんでこんな表現出すのかと思うんですけど30歳にして濃密な人生を歩んでいるなんて書いてあるんですよ。私から見れば全く逆ですけどね30歳にして何でこんな人生しかないのかっていうふうに大変失礼かもしれませんけどね実際本当細かいところは知らないからねあくまでも報道のレベルでの話をしてますからねもしかしたら違うかもしれませんけど 本当だ、本当でしょうけどね。<laughs> まあいいや。もしかしたら違うかもしれないけどもね。30歳にして濃密な人生らしいですよ。どこが濃密なんでしょうね。普通まあ濃密っていうとね、まあその若い、例えば20代でもね、一生懸命勉強しました。例えば何かの博士号を取りました。もしくはね、えー、もう当然仕事をしていてね、これだけのね、えー、実際の業績を上げましたとかね。 そういったようなことが実際に濃密な人生をね、えー、若くして歩んできたっていう表現につながると思うんですけどもね少なくてもねこのフォーダムに留学するまでのこのね経験息子さんのこのね20代の経験何がありますか何もないよね俗に言われるそのね経歴書だとか履歴書にね書かれるようなその俗に言う経験 っていうようなね、ものに、えー、そういった定義に当てはまるようなことが何かありますかねっていう感じはね、受けちゃいますよね。実際ないもんね。だってその UFJ だってね、1年6ヶ月、7ヶ月でしたよね。実際に勤まったのがね。そんなのね、果たしてね、じゃあに、例えばね、日本の社会で例えば面接試験をね、各企業で、 受けるなんていう時にそんな1年2年持たないようなですねそういった経験がね経験としてね人事担当者にアピールできますか全然アピールできないよね最低でもやっぱりね例えば日本の社会だったら最低でも3年とかまあ5年とかねそれをもってしてこの人の一つの経験だっていうねそういう見方をね人事担当者ってしますよねこんなこんなね どこに勤めてもね1年2年しかね2年も持たないというようなことを見ると逆に言うと濃密どころかですね何この人っていうふうに見られちゃうのがまあ一般のね世間常識じゃないかなという気はいたしますけどねまああのそういったようなことがニュースポーストセブンにまあこういったねいろんないろんなねこうやって点々とね人生を歩んでることを濃密な人生というふうにね 歌ってるんですよ。ふーんみたいな感じで、一応ね、ふーんとしときましょうか。<laughs> というようなことで、で、昨今ですね、これは確か女性セブンでしたね。女性セブンにすっぱ抜かれたように、お手手つないでニューヨークの街を、えー、エムコさんと散歩してましたよ、なんてね。なんかラブラブなのみたいなのありましたけどね。なんかあれもね、あの写真あまりにもね、えー、のはアップだしね。 なんかね、非常にやらせっぽいような気がしてしょうがないんだけどね。私、前も言いましたけどね。わかんないよ。わかんないけどね。なんか非常にリアルなんだよね。あの写真ね。前、前、前のね、ちょっとね、えー、数日前の動画でもあげましたけど。まあ、望遠ズームで撮ってるからなんでしょうけど、非常にね、もうその、すぐ近くで撮ってるような写真に見えるし、なおかつお手でつないでのね、えー、その歌所が非常に鮮明に写ってるし、 当の二人はなんか知らないような形で前向いて歩いててね、そんなことないでしょって気がするんですけどね。あれだけはっきり鮮明に捉えてたらね、本人たちだってわかってると思うんだけどね。なんかやらせっぽいかなって気がするんですけどね。それはわかりません。勝手な私の憶測なんですけどね。まあそういったようなね、なんかラブラブっぽく見えたような写真もね、公開されておりますっていう中で、実際の運命の試験まで、 この記事では3ヶ月って書いてありますけどもう3ヶ月ないですよね。もうあと2ヶ月半ぐらいですよ。ね。で、この記事ではきっと次こそは合格を勝ち取るだろうって書いてありますよ。書いたんですよ、そういうふうに。私言ってるわけじゃない。こういうふうに、このニュースポスト7のね、いつものアげ上げ記事の、アげ,げ,げ上げ記者の方がですね、きっと次こそは合格を勝ち取ることだろう。間違いないよ、みたいなね。で、それをもってしてですね、エムコさんは私が守る、みたいなね。えー、そんなようなね。 記事にになっっってててるんだだだよよよよねい,やいいいいいやです頑頑張張くくささ本当ともうそうしなきゃね本当にねこんなね元皇族のね方とその元皇族のこの配偶者の人がこんなふら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 しててですねそれこそデイリーメールみたいなね海外のねそのタブロイド紙にねパチ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 写真撮られて動画撮られてそれが全世界に配信されてるわけですよねとんでもないよね本当に日本の恥ですよそんなことはね。 しかもあのね、試験の時の小汚い格好でしょ相手言っちゃうけどね。どう考えたって未だに私思うけどね。小汚いと思いますよ、私。あの格好はね。あの格好はね、やっぱりね、海外の人が見た時どう思うのかって考えちゃうもんね。 私ね、実はね、あの写真をね、タイ人の人に見せたんですよ。<laughs> ちょっとね、あんまり言えないけどね。タイ人の、要はね、要はね、海外の人、要は外国の方が、あの KK スクのね、死刑の時のコーヒー抱えててね、なんか胸毛出してね、で、ポニーテールね、か、ね、結んでね。で、あの、えー、あの、アルマーニだったかなんだか知らないけど、なんか、ね、シャツ自体は1万7千円くらいで高いらしいけどね。で、なんか、お腹の周りがドテーッとしたね。 あの写真をですね、私ちょっと知り合いのタイ人に見せたんですよ。これどう思うって言って。これ誰だと思うって,ってね。そしたらね、まず第一声、私の友人の第一声はね、何この人、この汚い人はって言われましたからね。汚い人はって言われちゃった、やっぱり。やっぱりそう思うんだよっていう感じなんだよね。まあそれはね、あの一タイ人の感想、私の友人の一タイ人の感想ですけども、やっぱりそう思うんだよねって,ってね、そうだよねって私言っちゃいましたけどね。 まあまあそれはちょっといいんだけど、いずれにしてもね、もうね、あのー、ちょっとサムネイルにも書いといてきましたけど、もう30になったんでしょもう31になるんでしょもうこんな漂流人生、あのー、税金ばっかしに頼ってね、えー、日本の国民からね、ギャンギャン言われてね、そういった人生がね、納得できる人生なんですかっていうことも考えてですね、しっかりしなさいよと言いたいよね。ということでした。まああのー、 実際の記事に引用させてもらったね、内容としてはいつものアゲアゲニュースポスト7だったんですけども、まあ見るにつけてですね、やっぱりね、なんかこうやってね、具体的にこの KK 息子の今までのね、経歴ね、全然どこに、どこにも務まらない、ね、2年も持たないという経歴を見るにつけてですね、やっぱりこれじゃダメだよな、と。ね、という、だからああいう格好になっちゃうの、みたいなね、思えちゃうんだよね、ということです。 はい、えー。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっとね、せっかくプーケットにいるんで、いろんなね、また街の状況とかパチパチ撮ってですね、皆さんにもご紹介していきたいなと思います。えー、一応ね、プーケットでね、3泊ぐらいして、で、えー、土曜日かな土曜日にちょっとね、えー、バンコクの方に戻って、来週初めに、えー、私の家内はね、えー、日本に戻って、またセコ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 と仕事をするというようなことで、えー、です。みんな頑張ってんだよっていう感じです。 はい。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた。バイバイ。